ワトソン・ウォッシュ・バーンは、アメリカ・ニューヨーク市出身の男子テニス選手。フルネームは、ワトソン・マクリーン・ウォッシュ・バーンといい、ワティという愛称で呼ばれた。ハーバード大学卒業。ダブルスの名手として知られ、ウィンブルドン選手権で1924年、全米選手権で1921年、1923年の二度男子ダブルス、準優勝を記録した。 テニス経歴の長さでも際立った業績を残し、1911年から1937年まで全米選手権の男子シングルスに出場し続けた人でもある。右利きの選手で、現役時代の身長は183センチメートルほどであった。彼は1931年のウィンブルドン男子シングルス優勝者、シドニーウッドのおじにあたる。 ウォッシュバーンは17歳の時から全米選手権に出場し始め、初出場時の1911年から1913年まで3年連続のシングルスベスト8に進出した。1913年にはハーバード大学の学生テニス選手として全米大学対抗テニス選手権のダブルスに優勝を果たしている。この頃から彼は、 同じハーバード大学のリチャード・ウィリアムズとのダブルスで実力を発揮し始めた。その後1916年と1920年に全米男子シングルスのベスト8に入ったが、彼はシングルスでベスト4以上の成績を出すことができなかった。第一次世界大戦中はアメリカ陸軍に勤務したため、終戦直前の1918年だけ、 全米選手権に出場できなかった。終戦後の1921年、ウォッシュバーンは、ウィリアムズと組んで全米選手権の男子ダブルス決勝に初進出したが、ビル・チルデンヴビンセント・リチャーズの組に11から13、10から12、1から6で敗れて、準優勝になった。全米選手権終了後、ウォッシュバーンは初めて男子テニス国別対抗戦。 デビスカップのアメリカ代表選手に起用され、決勝の対日本戦で、第3試合のダブルス戦に出場した。ウォッシュバーンとウィリアムズは、デビスカップ初出場だった、日本チームの熊谷和也清水善蔵組を6から2、7から5、4から6、7から5のスコアで退けた。これが、ウォッシュバーンの唯一のデビスカップ出場であるが、 その相手が黎明期の日本であったことから、彼の名前は日本語のテニス文献でも大きな位置を占めている。ウォッシュバーンとウィリアムズのコンビは、その後1923年全米選手権と1924年ウィンブルドン選手権の男子ダブルス決勝に進出したが、いずれも準優勝に終わった。 1924年のウィンブルドンで、ウォッシュバーンはシングルスでも、ルイス・レーモンドとの準々決勝まで進んだ。彼は43歳を迎える1937年まで、全米選手権に出場し、その後もシニアのトーナメントで長く活動を続けた。1940年には、45歳以上の選手を対象にした全米シニアテニス選手権で、 シングルスダブルス優勝を果たし、この大会では1942年1944年にもダブルス部門を制した。後に全米テニス協会の競技員を務め、1965年に国際テニス殿堂入りを果たす。殿堂入りの8年後、ワトソン・マクリーン・ウォッシュバーンは1973年12月2日に、故郷のニューヨークで79年の生涯を終えた。 ありがとうございます。